と答えのある質問を、あの、これを聞きたいからこの質問をしてるっていうのが多分あんだと明確なんです。これが知りたいから今こういう投げかけしてるんだなっていうのが分かるセラピストは腕前がある。問診結構が我々は結構大事にしてるな。いやでもね、先生と俺は違うなと思うのはさ、先生と成田先生って、うん、やっぱりバーバルが上手なんで、印象的にいつも思うんですよ。例えばそのあれも引っ張った時にどうって聞くセラピストと、さっきの浅いと深いっていうのもあるじゃないですか。園部先生も動作誘導するときに横にブレるとダメだと思ってねっていうのと、あのふらついてダメだと思ってねっていうのはまた違うじゃないですか。だからそれのなんかずっとすごい印象化見てると、やっぱバーバルが上手っていうのはだから分かってるから、誘導の仕方が分かってるんだよね。ちゃんと答えのある質問、あの、これを聞きたいからこの質問をしてるっていうのが多分あんだと思う、明確なんです。実習地方も行くと見学するじゃないですか。本当に本心のレベルでその人の腕前が分かります。ね、高い人だけじゃなくて低い人も見れるじゃないですか、実習地方も行くと。何の意味をあってその質問をしてるのかって、少なくても俺が分かんない質問は多分ダメだと思う。これが知りたいから今こういう投げかけしてんだなっていうのが分かる、セラピストは腕前がある。でもここで問診結構が我々は結構大事にしてるな。いやでもね、やっぱり先生と俺は違うなと思うのはさ、やっぱり天才的だから白紙でやるじゃん。先生白紙の紙でやるじゃん。だこう来たらこう答える、こう来たらこう答えるっていうのを自分の中でやってるけど、それはだからシステマティックにやってるよね。どういうの？俺はね、うん、システマティックにもう聞く質問があって、あの全部システマティックにやっちゃってる。っていうか逆に言うとそれやんないと漏れが出る、うん、そこがやっぱり、あのもしこれ映像になったらね、知ってもらいたいんだけど、システマティックにやらないとできないからダメと思わないで、別にそれでできればいいと考えればいいかなと思ってるんだよね。だけどほら、一番いいのは、ああこうやって聞いたらそこからバーって広がるものがあって、次これ聞く、バーって広がるものがあってこれ聞くって、それが一番いいよ、うん、でもそういう意味ではみんな最高だよね。だっていろんな先生の臨床とかが聞けるんだもんね。じゃあ腕前が高いって言われて昨日も言ったんだけどさ、今最後に来たのがさ、腸腰筋の痛みで、腸腰筋も痛いやつはもうすごい、もうこれさえなかったらもっと、こうやってこういう表現したな、これさえなかったらもっと人生いいのにな的な、うん、いくらいの30でさ、これまあこうやってやると痛いじゃん。で両方痛いじゃん、両方痛いだからさ、そこなんでさっきの問診でもさ、もう両方痛いっていう段階で、俺はさ、両方鼠径部が痛いっていう段階で、もう、まあ、普通はだから、腸腰筋、だから、片っこだったら、半解凍とか、小殿筋とか、医療がステラマスっていう可能性があるけど、高いけど、両方っていった段階で、まあ、大体普通腸腰筋なわけです。なんでかというと、この骨盤が前に行ってるポジションを作ってるからです、うん。で、今、まあ、思うね。で、片っぽをこうやってやって、緩くするとで、もうどこかたくはすぐに眠っちゃう。で、その後、彼に練習させるときに見せて、ね。で、患者がやってるから、俺がどうやってやったかって、大体教えてあげてって言って、患者が近かったらどう違うかって言って、こうやってやらせるじゃん。うん、で、こうやって見せて、こうやってやって、方向筋、これまず最初方向筋取って、この方向筋からこうやって指入れて、こうやってこうやって動かすんだよって教えて、で、やるじゃん。そこまでできるよ、うちでやる。そう、早いですよね、うん、患者を使って技術練習からさせてもらえるんですよね、うん。